それでは花田ジム挑んでいきましょう。あ、この人喋りかけた。あれ、いけへん。え、あれ、わっ、これここ壁じゃないんやオース未来のチャンピオンとアドバイスしよう。ここのリーダーかすみは水に住むポケモンを使うプロフェッショナルだ。なるほどね。え、こんな時は植物タイプで水を吸い取るぞ。植物タイプって言うえ、それか電気タイプでしびれさせるのもいいぜと。なるほど、じゃあ行きます。だがしかし私はカメールでゴリ押ししますワップと。まず俺が相手だ、かかってこいと。海パン野郎が勝負を仕掛けてきたと。お、タッツーだ。タッツーで確か防御力がすごく低かった気がする。地球投げでいきましょう。これこのさ、地球投げってこう押し込んだ、押し込まれた表現されてるってこと。あの黒丸は一体何なんやろはい、敵のタッツーは倒れたと。え、次は何かな。お、シェルダーですね。このまま行きます。あれ、シェルダーの鳴き声って今鬼ドリルと一緒じゃなかった？ちょっと違う、なんかすごく鬼ドリルの鳴き声に似てた気がする。地球投げ、えい、オッケー、いいね、カメール強いですね。お、レベル22に上がった。やったね。はい、こんなはずはないと。80円、え、お金持ってなさすぎでしょこの人はい、次は彼女。え、君なんて私で十分、霞が出る幕じゃないわと。さあ一体誰だ。水着のお姉さんかな。あ、違う、ガールスカウトだ。水着のお姉さん出てこんのやったっけ初代では。え、ガールスカウトはトサキンとクリアした。いいね、トサキンと。私結構アズマを好きだな。ではね、同じく地球投げでゴルシュしていきましょう。えい、せい、尻尾を振る攻撃と。え、そして地球投げ、あと一発だね。これは体当たりでいけそうですね。はい、はい、参ったわと。さあそれではいよいよジムリーダーかすみに挑んでいきたいと思います。あのね君と、ポケモン育てるにもポリシーがあるやつだけがプロになれるの。なるほど、あなたはポケモン捕まえて育てるとき何を考えてる。そうだな、パーティーのバランスかな。私のポリシーはね、水タイプのポケモンで攻めて攻めて攻めまくることよと。懐かしいさ、かすみとのバトルです。なんだそのポーズは人でも送り出した。あ、いいですね、人でも。やっぱね、こう細かいね、ブルーバージョンの書き込みは。さあそれでは同じく地球投げでいきましょう。お、ディフェンダーを使った。かすみさ、攻めて攻めて攻めまくるっていう割にはいきなり守りに入ったねさあ地球投げ、もう一発。さあこれで決められるかな。 OK、 408経験値。あ、スターミーが出てくるよ。スターミー好きだな。私初代のスターミー結構好きだったな。最高記念室ね、使えるしね、強いよね。お、かっこいいスターミー。じゃあ地球投げ、お、攻めてきたぞ。えい、ドン、もう一発。お、攻めて攻めて攻めまくってくるね。今回はディフェンダーは使わない作戦かな。あ、傷薬って使ってくるんやったっけ。お、これで決められそう。えい、さすがカメール先生ですね。オッケー、敵のスターミーは倒れた。お、すごい経験値。あ、レベル23に上がりました。やったね。あ、やっぱカメール、カメだけに防御力高いね。かすみとの勝負に勝った。
私の負けね、しょうがない、私に勝った証拠にブルーバッジをあげる、ありがとう、ご飯は賞金として2079円、わすごい、さすがジムリーダー。ブルーバッジがあればレベル30までのポケモンはおとなしく言うこと聞くわ、それがたとえ人からもらったポケモンでもね、と、それと戦ってなくても居合斬りが使えるわ、細い木を切り倒して通れるようになるの、あとこれ私の自慢の技マシンよ、と。お、ご飯は霞から技マシン11をもらった。え、技マシン11って何やったっけ。え、技マシン11はバブル光線、あ、そうだ、ポケモンに教えるの、水に住むポケモンに使ってあげて、はい、じゃあ早速使ってこう、カメールに覚えさそうっと。いいですね、技マシンの私はあの SE 好きだな、あのデンデルデンデルデンデルみたいなやつごめん表現下手くそで。あ、プリンもバブル光線習得するんだね、面白い。はい、はい、水鉄砲、はい、そしてバブル光線を覚えた、やったね。さあそれではどんどん進んでいきましょう。これどうだっけ、どっち行くんだっけ、下だっけ、ここ何、あ、ミラクルサイクル、あ、でもこれ今はまだ自転車で手に入らんねえだっけ、そうだそうだ、なんか門前払いされるんだっけな、ここ10万円とか言われるんだっけこれ。はいはい、いらっしゃい、ここはミラクル自転車と、掘り出し物あるよ、買ってく、あ、高い、いくらこれ、1、10、100、1000万、10万、100万、これ買えるの、例えばこれ、あ、でも100万円ってたまらんのか、こっちかな、あ、裏口から抜けてくっぽいよこれ、ごめんね、おじさんの技マシンは大事に使わせていただきますさあこっちはどうだ、あ、そうだ、ここ真ん中通ってくとどっか家の裏に出るんじゃなかったっけ、そうだそうだ、よいしょ、せい、よいしょ、はい、あ、これ嫌い、あ、育て屋さんだっけこれ、あ、育て屋さんだ、あ、じゃあプリン預けてこっかな、これこの冒険が終盤に差し掛かる頃には一体プリンのレベルがどれぐらい上がってるのか試してみようか、よいしょ、さあこっちかな、私は真面目な警備員と、喉が渇いた、おっとそっちは今通行禁止だよ、あ、そうだ、この人にジュースあげるとさ通してくれるんよね確か、お、これなんだったっけ、ここ、ここから地下通路、花田シティ、くちばシティ、あ、地下通路あったね、あ、そうだねえ君、コラッタ持ってる、私のニョロモと交換してくれない、え、ニョロモ欲しいコラッタ持ってない、また今度来るね、じゃあはい、よし、さあではくちばシティに向かっていきましょう、うん、自転車が欲しいね、地下通路薄暗いから落とし物が多いんですって、あ、そうだ、なんか歩きながら A ボタン押すものが拾えるんだけど、ここ、さあではくちばシティに向かっていきましょう、チャンネル登録をお願いします、パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。